然。これはアンパンマン、そしてバイキンマンやいろんなアンパンマンの仲間たちがいるガチャガチャカプセルだよ。この2つをこうやって組み合わせてあげて、よし、カチッとしてアンパンマンのカプセルができたね。それじゃあ次はバイキンマン。バイキンマンのカプセルはこの下のところはやっぱりこの黒い色だよね。黒い色をこうやって組み合わせて、あ、これだと組み合わないな。別なものでやってみようかな。こっちをすると、あ、これで組み合わさったね。それじゃあこれは組み合うのはこっちかな。このカプセルと一緒にするとパチッとなるね。顔はちょっと違うかな。色が少し違う感じだね。それじゃあドキンちゃん、ドキンちゃんはこのカプセルかな。これこの同じ色のカプセルでカチッとなったよ、ドキンちゃん。そして今度がこれはコキンちゃんかな。コキンちゃん、コキンちゃんのカプセルもこうやってカチッとして組み合わさったね。それからバイキンマンもう一つあったよね。バイキンマンの下の方のカプセルはこれかな。このカプセルを2つ組み合わせて1つになったよ。バイキンマン、このバイキンマン舌をペロッと出してるね。ちょっと表情が違うよ。そしてドキンちゃん、ドキンちゃんがまたいるよ。ドキンちゃんも、あ、これだと合わないな。こっちかな。こっちでこうやって組み合わせて、あ、これは顔が2つ、顔のパーツを組み合わせていたね。これとこれだとどうかな。よし、パチッとなったよ。これで大丈夫だね。ドキンちゃんのカプセル、これは表情も一緒かな。もう一つのカプセルも組み合わせていこうかな。これかな。これをこうやって組み合わせてあげて、ドキンちゃんは3つとも同じ顔だね。よし、それからコキンちゃん、コキンちゃんがまたいたよ。コキンちゃんのカプセルをこうやって、よし、これでいいかな。コキンちゃんさっきはこんな普通の顔だったけども、こっちはニコッと笑って舌を出してるね。ウィンクもしているよ。よし、それじゃあ今度はこれ、これはクリームパンダだね。クリームパンダ、クリームパンダはこの色かな。こうやってパチッと合わせてクリームパンダ完成したね。それからメロンパンナちゃん、メロンパンナちゃんはこの色かな。こうやって合わせてあげてメロンパンナちゃん。そしてコキンちゃん、コキンちゃんがもう一つあったね。これでよし、3個目のコキンちゃんだよ。それからアンパンマン、アンパンマン、ウィンクをしてるアンパンマンだね。アンパンマンもこうやってカチッと合わせてアンパンマン。それからもう一人のアンパンマンもこうやって合わせてあげてパチン。よし、アンパンマンはこんな感じで表情がちょっと違うよね。そしてこんな綺麗な色のカプセルもアンパンマンの顔が描かれていて、これで全部揃ったかな。じゃあコキンちゃん、1、2、3個、コキンちゃん3個あるね。それからドキンちゃん、ドキンちゃんも1、2、そして3個、ドキンちゃんも3個、それからアンパンマンも1、2、3個、アンパンマン3個だよ。それからメロンパンナちゃんは1個だね。そしてクリームパンダが1つ、そしてこんな綺麗な色のカプセルが1つ、そして
バイキンマンだね。バイキンマンも3個あったよ。